皆さんどうもこんにちは。 いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけ見です。今回はなぜ報道しない農薬使用量が多い野菜と果物ランキングと題して科学的根拠にしっかりと基づいて絶対に食べてはいけないヤバすぎる農薬作物について世界一わかりやすく解説していきたいと思います。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。 1言でなぜ報道しない農薬使用量が多い野菜と果物ランキングを大暴露しますということについて2言でまるで野菜と果物を洗えば農薬がみるみる落ち2分で無農薬にについて解説してまいりますそれでは早速1言の農薬使用量が多い野菜と果物ランキングを大暴露しますから解説していきますさて この動画の最初となる一元では農薬使用量が多い野菜と果物をその残留農薬順にランキング形式で10個紹介していきます。今回ご紹介するランキングはアメリカの環境保護団体 EWG が発表した残留農薬ランキングを元にしていますから非常にエビデンスレベルの高い内容となっていますので信頼していただいて大丈夫です。それでは早速ワースト1位から発表して参りましょう。それではワースト1位、膀胱癌のリスクが爆上がりするビフェントリンまみれの いちごについて解説します。さて、アメリカの環境保護団体 EWG の統計によると、いちごからはなんと数十種類にも及ぶ農薬が検出されたことが分かりました。しかもその中には、ヨーロッパでは使用が完全に禁止されている農薬も含まれています。さらに、 EWG の統計のみならず、アメリカ農務省 USDA が実施した試験によっても、イチゴの危険性を再確認することができます。USDA が行った集計によると、 イチゴのサンプルのなんと98%から少なくとも1種類以上の農薬が検出されたということが分かっています。さらに恐ろしいことに、中にはなんと20種類の農薬が検出されたサンプルまであったというのですから、驚きを隠せません。 イチゴというのは皮が非常に薄く糖分がむき出しで形の美しさが重要視されるということもあって大量の農薬によって 害虫による被害を避けようとする農業上の慣習があります。表面が黒ずんでいたりとか、虫にかじられているようなイチゴが売れないのは明らかでしょう。このような慣習がイチゴに大量の農薬が使われる原因であると考えられています。そしてイチゴによく使われる農薬のうちで最も危険なものが ビフェントリンという物質であります。先ほどの EWG の統計によると、ビフェントリンはサンプルの29%から検出されていて、3個から4つに1つのイチゴがビフェントリンに汚染されていると言えるでしょう。 ビフェントリンは、アブラムシやカメムシといった害虫に、効果のある殺虫剤で、速攻性に優れ、散布直後から強い殺虫効果を示すことが知られているんです。速攻性があって、高い殺虫効果があるということは、つまりですよ。私たちの体にとっても、それだけ大きな害があることが予想されます。事実、 ビフェントリンには発がん性をはじめとする様々な健康上の重篤なデメリットがあることが確認されています。厚生労働省の試験からビフェントリンには震えをはじめとする高い神経毒性があることが確認されています。また同じ試験ではマウスにビフェントリンを投与したところオスの膀胱で粘膜下腫瘍が発生する確率が優位に上昇したということも確認 確認されているんですそしてこのビフェントリンと並んでもう一つ。 イチゴに使われる農薬として注意がが必要なのがカルベンダジムでありますカルベンダジムは主に細菌やカビに対して使われる農業用の防カビ剤の一つであり、私たちのホルモンの分泌に悪影響を与える内分泌攪乱物質として有名です。カルベンダジムはイチゴのサンプルの16%から検出されていて、 およそ6つに1つのイチゴがこの農薬に汚染されているということができます。国立医薬品食品衛生研究所 NIHS の調査によるとカルベンダジムを含む餌をマウスに与えたところ肝細胞癌の発生率が優位に増加したということがわかっているんです。さらに同じ調査では 高容量のカルベンダジムの投与によってオスのマウスで高い死亡率が確認されたことも分かっています。さらにカルベンダジムは DNA において突然変異を起こして生殖細胞を変化させてしまうことが知られています。このことからカルベンダジムには 遺伝毒性があることが予想されます。また、カルベンダジムの長期暴露は特に危険であることがわかっています。長期間、カルベンダジムを投与され続けた犬では、血清コレステロールとアルカリホスパターゼ活性が優位に上昇し、 感毒性の情報が示されたことがわかっていますこのカルベンダジムは、経口摂取による吸収率が非常に高くて、その率はおよそ80%から85%とも言われていて、カルベンダジムに汚染されたイチゴを食べることで、そのほとんどが体に吸収されてしまうと考えられています。そのため、先ほどのビフェントリンと並び、カルベンダジムは絶対に避けなければなない。 なならない農薬の一つであるると言えででしょうですがこのような農薬による害を避けることさえできればイチゴというのは是非とも皆さんの健康のために食べていただきたい素晴らしい果物となっています。 いちごというのは皮が薄くて非常に高い甘味があるため一見して糖質が高そうに思われますが実は果物の中でも低カロリー、低糖質な部類であることが知られています。 例えば、いちご 100g に含まれるカロリーというのは、わずか 31kcal ロロで、糖質量は 6.1g となっていて、健康に良いことで有名なリンゴに比べて、およそ半分の糖質量となっています。このような事実から、意外にもいちごは糖尿病の患者さんとか、血糖値が気になっている方にも、おすすめできるデザートなんです。事実。 ちごが糖尿病の予防に良いということは研究によってもすでに確認されている事実になります。30歳から79歳の50万人の成人を対象とした非常に大規模な研究では、 イチゴを含む果物をよく食べている人ほど苦型糖尿病のリスクが減少するということが分かったんです。さらにこの研究ではすでに糖尿病になってしまった人もイチゴを食べることによって重篤な合併症や死亡リスクを下げることができると分かっております。また別の研究では イチゴは心臓病にも良いということが示されています。ハーバード公衆衛生大学の研究では、イチゴを含む果物を週に3回以上食べている女性は心臓発作のリスクが優位に低いということが分かっております。 この研究ではね、なんと93,600人の女性を対象に調査が行われていて、イチゴをよく食べる女性は食べない女性に比べて心臓発作のリスクが32%も減少するということが分かっています。このようにイチゴというのはね、無農薬であれば健康に非常に大きなメリットをもたらしてくれますから、 高くて、なかなか手に入らない可能性もありますが、ぜひとも特別な日には、オーガニックな健康的なイチゴを食べて、心も体も元気になっていただきたいと思います。また、完全無農薬のものを手に入れるのは、ちょっと難しいかもしれませんから、農薬の使用量を減らしたイチゴであったり、ちゃんと育て方が工夫されている、こだわりのイチゴをチョイスするというのも良いでしょう。 それでは一つ目、膀胱癌のリスクが爆上がりする、ゴについての解説を終わりにします。それでは次、農薬使用量が多い野菜と果物ランキングワースト2。 強烈な神経毒性のあるペルメトリンまみれのほうれん草について解説していきたいと思います。さて、ワースト2位はほうれん草になります。なんとほうれん草のサンプルのうち76%にペルメトリンという恐ろしい農薬が使われていることがわかっています。ペルメトリンはゴキブリに対してすごい効果が認められることで有名な殺虫剤ですが 昆虫やダニなど様々な害虫に効果があることから農薬としても広く用いられております。ペルメトリンには高い神経毒性があることが確認されていて特に ADHD のリスクをおよそ2倍にも増大させるなど非常に危険な物質であることがわかっています。またペルメトリンは動物実験で 一定程度の発がん性が認められていて、人間に対する発がんの可能性もあると指摘されております。特にペルメトリンは、魚に対して高い毒性を持つことが知られていて、ニジマスにペルメトリンを投与した実験では、比較的少ない濃度であっても、致死量に至ることが確認されています。もちろんね、私たち人間は、ニジマスとは体の構造が異なるとはいえ、 同じ動物であるニジマスにとって体に悪く一定量で死に至るような物質が私たち人間の体にとって良いはずがないでしょう。 ほうれん草もまた先ほどのイチゴと同じく非常に痛みやすい植物であるということから高確率で農薬が散布されていると考えられています。またペルメトリン以外にも EWG の調査ではなんと日本では使用が禁止されている DTT が検出されたということもわかっております。GTT は戦後から 果物や野菜の防虫剤として使われてきたんですが、環境中で分解される速度がね、非常に 遅くて食物連鎖を通して濃縮されていくということがわかり1971年から販売が禁止されているんです DTT には高い発願性があるほか最近の研究では DTT には日本でも最も多い認知症のタイプであるアルツハイマー型認知症と関係があることもわかってきていて輸入物のほうれん草には絶対に注意が必要と 言えます。平均74歳のアルツハイマー型認知症患者86人と認知症を発症していない高齢者79人を比較したアメリカの研究では アルツハイマー病の患者では、そうでない人に比べ、DTT の代謝産物である DEE のレベルが3.8倍も高いということが明らかになっています。この研究では、逆に DEE レベルが高いことで、アルツハイマー型認知症になるリスクがおよそ4.2倍高まるということがわかっています。DDT は体に吸収されると、 長期間かけて DDE に代謝され、体内に留まってしまいます。そのため、たとえ、今現在は DTT を摂取していない人でも、過去に DTT に曝露された人は、将来的にアルツハイマー型認知症のリスクが高いということが予想されます。 現に日本でも1971年以前は農薬として普通に DTT が使われていましたので1971年以前の生まれで現在52歳以上の方はすでに体内に 多量の DDE が蓄積されている可能性もあります。これ以上体内に DTT や DEE といった有害なものを増やさないように DTT が使われている恐れのある外国産のほうれん草にはね、絶対手を出さないということを今後気をつけていただきたいと思います。ちなみにほうれん草もまたイチゴと同じく農薬に気をつけた無農薬なオーガニックのものを選べば非常に健康に 効果が高い野菜であるということが分かっています無農薬のほうれん草には美肌効果から 目の健康を保つ効果に至るまで様々な健康効果がありますが最近では幸福ホルモンを増加することでメンタルにも良い影響を与えてくれることが分かってきておりますうつ病のマウスにほうれん草の抽出物を与えた実験では幸福ホルモンの一つであるセロトニンが増加することが分かりましたここのことからほうれん草は うつ病に対して効果があるのではないかと考えられているわけなんです。まだほうれん草にはアレルギーを緩和してくれる効果があるということも知られています。喘息を誘発したマウスにほうれん草の抽出物を与えた実験では、アレルギーに関わる免疫物質が抑制されることが分かりました。 アレルギーはこれらの免疫細胞や免疫物質がバランスを崩すことで起こると考えられていますので、ほうれん草にはアレルギーを改善する効果があると推測されるわけです。ぜひとも無農薬とか減農薬の健康的なほうれん草をたっぷりと食べて、 美容や健康を維持していただきたいと思います。それではここまででほうれん草についての解説を終わりにします。それでは次、農薬使用量が多い野菜と果物ランキングワースト3、内分泌を攪乱し、目を傷つけるダクタールまみれのケールについて解説していきたいと思います。さて、ワースト3はケールであります。 ケールというと、青汁の原材料として有名ですよね。ビタミン K や鉄分などの栄養素が豊富な青汁が健康に良いイメージがある通りで、その原料であるケールはさらに健康に良いことが知られています。ですが、ケールが健康的であるのはあくまでそれが無農薬の場合に限るという注意書きがつきます。実は USDA の調査によって、ケールには平均して、 5から6種類の残留農薬が見つかっていて、最大で18種類の農薬が使われていることがわかっています。さらに、ケール8サンプルのうち2つにダクタールという農薬が使われていることが判明しました。ダクタールは私たちのホルモンバランスを破壊する内分泌攪乱物質の一つで、 主に甲状腺機能に異常を起こすと言われています。また、ダクタール水和剤をウサギに与えた実験では、ウサギの目に対し中等度の刺激性があることがわかっています。ケールは日本のスーパーではあまり売られておりませんので、そのままサラダなどで食べる方は多くないでしょう。ですが、健康のために、

また、最近流行りのケールサプリメントにも注意が必要です。実際2015年には日本製造のサプリメントに使用されていた中国産ケールに基準値を超える残留農薬が含まれていたことが報告されていて、メーカーが自主回収を行った事件もあります。 たとえどれほど体に良いケールのような野菜であっても、ダクタールをはじめとした機嫌な農薬が少しでも残っていれば、その野菜は一気に健康に悪いものに様変わりしてしまいます。野菜をスーパーで買うときのみならず、野菜が使われた飲み物とかサプリメントを選ぶときも、必ずそれが無農薬なのかどうかをチェックする癖をつけるようにしていきましょう。 それではここまでで、ケールについての解説を終わりにします。それでは次、農薬使用量が多い野菜と果物ランキングワースト4位、90%以上のサンプルから残留農薬が検出された。 ネクタリンについて解説します。ネクタリンは日本ではあまり効かない果物ですが、桃の変種の一つで、一言で言えば、皮に産毛のない桃のことであります。ネクタリンは毛がない分、非常に繊細な果物で、害虫の被害に遭いやすいことから農薬が使われることが多いと言われています。 実際今回の調査では90%以上のサンプルから残留農薬が検出されております。日本ではあまり見かけることがないものの、もし食べることがあれば農薬には注意してほしいと思います。それでは次、農薬使用量が多い野菜と果物ランキングワースト5位、せっかくの皮の栄養素が台無しになるジフェニルアミンまみれの リンゴについて解説してまいります。さて、医者いらずとも言われる健康的な果物として有名なリンゴですが、残念ながら調査によって平均4から5種類の残留農薬があることが確認されております。そして、リンゴに使われる農薬として特に注意が必要なのはジフェニルアミンであります。ジフェニルアミンを 18ヶ月、マウスに投与した実験では、ジ・フェニルアニンそのものには発言性がないということが確認されております。ですが、間接的に腎臓の腫瘍や肝臓の腫瘍の発生リスクを高めてしまう可能性が指摘されております。 リンゴが持っている水溶性食物繊維のペクチンには非常に高い成長作用があることが確認されておりますが、実はね、そのペクチンというのはリンゴの特に皮の部分に多く含まれていることが知られています。ですが、 リンゴの皮というのはね、まさしく残留農薬が付着している場所に他ならず、農薬まみれのリンゴを丸かじりすることで、農薬による害がペクチンのメリットをはるかに上回ってしまうということが予想されます。健康のためには、確かにリンゴというのは、ぜひとも毎日食べていただきたい果物となっておりますが、毎日食べるだけあって、その分、 残留農薬には十分注意を払うことが必要となるでしょう。それではここまでで5つ目、リンゴについて解説を終わりにします。それでは次。 農薬使用量が多い野菜と果物ランキングワースト6位農薬を丸飲みするのと同じ皮ごと食べられるブドウについて解説していきたいと思いますさて昨今ではシャインマスカットのような皮ごと食べられるブドウが大人気となっておりますがそのようなブドウの皮は先ほどのリンゴと同様農薬にまみれている可能性があるため 十分注意が必要です。ブドウもまた、害虫の被害に遭いやすい果物として知られていて、たくさんの農薬が使われてしまっているため、皮ごと食べられるブドウを食べるときは、無農薬のものを選んでいただくか、最低でも2元でご紹介する方法によって、農薬をきちんと落としてから食べるということをよろしくお願いいたします。それでは次。 農薬使用量が多い野菜と果物ランキングワースト7位値段が高いほど農薬のリスクがある高級ブランド桃について解説していきたいと思いますさて桃が大好きだという人は結構多いでしょうですが実は桃というのは収穫までに数十回の農薬散布が行われることで有名なんです桃を選ぶ時に特に注意しなければいけないの は高級な。 ブランド桃ほど大量の農薬が使われていることがあるという点なんです。桃というのは色や形が重要視される果物になるので、その見た目の美しさを追求するがあまり健康の側面が軽視されがちです。そのため、高級ブランド桃ほど農薬量が増えてしまうというね、値段と健康が反比例するような事態が起きてしまうわけです。まあ当然のことながら、 側かかららすれれば色や形がちゃんんととしていないな高く売れませんから農薬を多く使ってでも色や形を優先しようというのはまあわからなくはありませんそのため桃というのは高いからといって安心できると思ってはいけないんです ぜひとも値段だけを見ずに必ずその桃が無農薬であるかどうかを確認してから購入するようにしてほしいです。それではここまでで桃についての解説を終わりにします。それでは次、農薬使用量が多い野菜と果物ランキングワースト8位。それは 絶対に洗わずに食べてはいけない、サクラんぼであります。さて、サクラんぼ皆さん好きですよね。パクパク、ついつい一パック食べてしまうこともあるでしょう。 サクランボもまた高級なフルーツに属しますが、桃と同様、値段と健康上のメリットが比例していない果物の一つと言えます。調査ではサンプルの90%以上で2種類以上の残留農薬が確認されていて、無農薬のものを選ぶか、またはしっかりと必ず洗ってから食べるということを意識していただきたいと思います。 それでは次、農薬使用量が多い野菜と果物ランキングワースト9位。それはカルベンダジムまみれの収穫から時間が経った梨であります。さて、梨もまた 残留農薬ワースト1位のイチゴと同様、カルベンダジムがよく使われる果物として有名です。特に梨は貯蔵中に腐りやすいことが知られていて、収穫から時間が経った新鮮でないものには大量の殺虫剤や防腐剤が使われている可能性があるので注意が必要となっています。それでは次。農薬使用量が多い野菜と果物ランキンキグワースト10位皮ごと 食べるとと高確率でお腹を壊すすトトマトについいいいてて解説していきたいと思いますさて、リコピンをはじめとした栄養素がたっぷりと詰まっていて非常に健康に良いことで有名なこのトマトなんですが残念なことに USDA の調査によると全サンプルから合計35種類の残留農薬が検出されております。もっとも このチャンネルでいつもお伝えしている通りトマトの皮にはレクチンという有害な物質がたくさん含まれてしまっているため 皮ごと食べるというのはあまりお勧めできません。トマトを皮を剥いて食べるのであれば、まあ残留農薬によるデメリットは最小限に抑えることができるため、そこまで神経質になる必要はないでしょう。ただし逆に言えば、皮ごと丸々食べるのが普通のプチトマトに関しては、大量の残留農薬とレクチンによって、 腸内環境ががめちゃくちゃゃくにななってしまいままいいすすから食べることと推奨できない野菜と言えますそれではこの辺で一元の内容をまとめておきましょう一元まとめこの一元では農薬使用量が多い野菜と果物ランキングをご紹介しましたポイント1イチゴに使われるビフェントリンは膀胱がんのリスクを上げる危険性がある ポイント2、ほうれん草に使われるペルメトリンには強烈な神経毒性がある。ポイント3、ケールには内分泌攪乱物質であるダクタールが使われるケースが多い。ポイント4、残留農薬が多い食べ物として他にネクタリン、リンゴ、ブドウ、桃モモ、サクランボ、梨、トマトが揚げられる。 それでは次二件で、〇〇で野菜と果物を洗えば、農薬がみるみる落ち、2分で無農薬にということを解説していきます。さて、農薬による健康被害を予防するためには、そりゃ何よりも、無農薬のオーガニックな野菜とか、自然栽培の野菜を買うのが一番ではあります。ですが昨今では、たとえオーガニックではない、安物の野菜であっても、 物価高騰によって値段が爆上がりしているという現実があるのでなかなかオーガニックの野菜には手が出ないというご家庭が圧倒的に多いのが現実でしょう農薬によるデメリットは確かに大きなものですが農薬による被害を恐れるがあまり野菜を全く食べなくなってしまうというのもこれまた大きな問題ですそこで続く人間では 残留農薬によるデメリットを最小限に抑えるための野菜や果物の洗い方についてご紹介していきたいと思います。まず一つ目にご紹介したい残留農薬によるデメリットを最小限にする野菜や果物の洗い方は塩水で漬け置きするというものであります。マスオ・キヨシ先生が書かれた 農薬、添加物は我が家で落とせたという書籍によると、きちんとした処理を行えば自宅で洗うだけでも、 農薬のデメリットを最小限に抑えることができると言います野菜の農薬を落とすためのファーストステップは野菜を塩水につけること塩水に野菜を浸すと浸透圧という物理の法則で農薬を野菜から引き出すことができると言われています野菜の種類にもよりますが およそ2%程度の塩水に5分程度つけておくのが良いと言われています。ただし、塩水につけても OK なのは皮のある野菜だけですから、そこは注意よろしくお願いいたします。葉野菜などの皮のない野菜を塩水に漬けてしまうと、農薬と一緒に大切な栄養素が浸透圧によって逃げてしまうことになるため、要注意であります。 それでは次二つ目にご紹介したい残留農薬によるデメリットを最小限に抑えるための野菜や果物の洗い方は重曹水で洗うというものであります。さて 塩水につけておくというのはあくまで農薬処理の下ごしらえにすぎません。続いてのステップである重曹による付け洗いこそが本格的な農薬処理と言えるんです。アメリカ、マサチューセッツ大学の研究では重曹につけ置いてからブラシで洗うことで野菜や果物の表面についた農薬を最大で96%も洗い流すことができるとわかっています。 これは、ほとんどの農薬が酸性に傾いていて、重曹によって pH が中和され、溶出するためであると考えられております。重曹によって、農薬を洗い流すための具体的な方法としましては、1、まず水1リットルに対し、10グラムの重曹を入れて溶かします。2、 洗いたい野菜や果物を入れて15分間つけておきます。3. ブラシでこすりながら流水ですすぎます。 以上の方法によって、野菜や果物の表面についた農薬は、そのほとんどを洗い流すことが可能となります。オーガニック野菜を買う余裕がないとか、スーパーで普通に野菜を買っているという方は、ぜひこういった重曹水で洗うということを今後意識していただければと思います。 それでは次3つ目に紹介したい残留農薬によるデメリットを最小限に抑えるための野菜や果物の洗い方は皮を剥くということでありますさてこのように塩水と重曹によって洗ったとしてももちろん100%すべて農薬を取り除くということはどうしても無理ですそこで農薬をとことんまで排除するための最終兵器が皮を剥くということ カルバリルなどの浸透性のある農薬を除いて、ほとんどの農薬というのは作物の表面に残っているということが分かっています。愛知県。 衛生研究所の報告によると皮を剥くことによって農薬はその92%から100%を除去することが可能であるということが分かっているんです。一元でご紹介したトマトとかさらには茄子のようにそもそもレクチンなどによって皮が汚染されており皮を剥いて食べるのがセオリーな植物もあるので皮に栄養素が詰まっているような野菜や果物以外は基本的に 皮を剥くようにするというのも農薬を避けるための手法と言えるでしょうそれでは3つ目の皮を剥くについての解説を終わりにしますそれでは次4つ目 残留農薬によるデメリットを最小限に抑えるための野菜や果物の洗い方。それは、はじめから勇気ジャスマークのあるものを買うということであります。さて、これはね、まあ、洗い方ではないんですが、そもそも勇気ジャスマークのものを買っておけば、農薬による悪影響をそんなに心配する必要はございません。 リンゴやカボチャ、ぶどうなど中には皮にこそ最もたくさんの栄養が含まれている植物だって結構存在するわけですよ。例えばリンゴの皮には腸内環境を整えてくれる水溶性食物繊維のペクチンのほかエピカテキンや アントシアリンといった豊富なポリペノールが含まれていることで有名なんです。また、昨今流行っている皮ごと食べられるブドウは非常に健康的な食べ方です。なぜならば白ワインよりも赤ワインの方が健康効果が高いということからもわかる通りで、ブドウの栄養素のほとんどが皮の部分にぎゅっと凝縮されているためです。また、 かぼちゃは皮の部分に β カロテンがたっぷりと含まれておりますから煮物などにして皮ごと食べるのが最も健康的であることは古くから知られています。他にも ブルーベリーのような小さな果物であれば、いちいち皮を剥いて食べるのはあまりにも面倒ですよね。正直、ブルーベリーのね、皮を剥いて食べてる人なんて見たことがありません。さらに、果物の多くは皮の部分に豊富な食物繊維が含まれていて、一方で身の部分は食物繊維が少なくて、 糖質が多いことになってますので、皮ごと食べないとどうしたって糖質が過剰になりがちです。皮ごと食べない果物はフルーツジュースと同じで食物繊維のクッションがない分、血糖値が爆上がりしてしまうリスクがあるわけです。 残留農薬はそのほとんどが川に溜まっていますから、川さえ向けばほとんどを除去することができる一方で、このように川にこそね、栄養が詰まっているというジレンマが あるわけなんですこのようなジレンマを回避するためにはやはり何よりも最初から無農薬のオーガニック野菜やオーガニック果物を購入するというのがベストな選択となるでしょうもちろん家計の都合ですべての野菜をオーガニックにすることはできないという方も多いと思いますそのような方はたとえすべてではなくとも皮ごと食べるのが推奨されているリンゴなどは無農薬にして皮 を向いて食べるのが良い トマトやナスは農薬使用のもので妥協するなど、柔軟に対応するのが良いと思います。はっきり言って、何でもかんでもオーガニックを求めるというのは無理です。100%のものをオーガニックで揃えることはできないので、このようにメリハリをつけてオーガニックを取り入れていくというのが現実的な方法となるでしょう。最近では健康ブームに火がついたことで、オーガニックという言葉が流行し、中にはちょっと 怪しげなオーガニック食物が流通しているというのも事実であります先ほどの農薬添加物は我が家で落とせたという本によればオーガニックだからといってそれだけですべてが一般の野菜や果物よりも特別安全であるとは言い切れないと言います実際最近ではヨーロッパを中心として オーガニック詐欺が大問題となっているんです。ドイツでは500トンを超える普通の農作物がオーガニックというラベルを付けられて売られていたことが発覚し大きなニュースとなりました。さらに2016年の調査ではサンプリングされた6000種類以上のオーガニック食品のうち15%に基準値以上の農薬が残留していることも分かっています。 このようなオーガニック詐欺の被害に遭わないためにはきちんとした第三者認定機関に認証されたオーガニック食物を選ぶということが大切になってきます。日本では農林水産大臣から許可を得た第三者認定機関だけが発行できる有機ジャスマークというものがあります。この有機ジャスマークの使用違反には厳しい罰則もあるため比較的信頼の高い認証であると言えます。是非とも もオーガニック野菜やオーガニック果物を選ぶときはこの有機ジャスマークがついたものを手に取るようにしておけば問題ないでしょうそれではこの辺で2件の内容をまとめておきます2件まとめこの2件では残留農薬によるデメリットを最小限に抑えるための野菜や果物の洗い方を説明しました ポイント1、徹底的に残留農薬を落としたいのであれば、1、2%の塩水に5分突き置きする。2、1%の重曹水に15分つけてブラシでこする。3、皮を剥くという3段階の手順を踏むと良い。ポイント2、農薬を100%避けたいのであれば、はじめから勇気ジャスマークのあるものを買うのが一番である。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました